日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、玉島地域長尾新倉敷駅前、新倉敷駅前は岡山県倉敷市玉島地域の長尾地区にある町廷1から5丁目が設定されており、いずれも長尾学区の一部となる。郵便番号は710の0253である。人口は新倉敷駅前1丁目が279人。 新倉敷駅前2丁目が149人、新倉敷駅前3丁目が556人、新倉敷駅前4丁目が377人、新倉敷駅前5丁目が776人で、1から5丁目の総計は2137人。JR 新倉敷駅南側一帯に広がる区画整理事業により整備された新興市街地である。 元は爪先の一部であったが、2000年代前半より、区画整理が行われ風景が一変した。整備事業完了後の2005年に該当地が爪先から分離し、新たに新倉敷駅前一の五丁目の町区が設定された。玉島で住所の町時に、玉島の名を冠しない唯一の土地である。当地の北端を新倉敷駅と東西に走る JR 山陽本線。 山陽新幹線、南端を東西に走る国道2号があり、また、東地西端を南北に流れる道口側、ほぼ東端に南北に伸びるようにそびえる丘陵地の鉾島山があり、それら間に挟まれるように東地がある。区域の形は四角形に近い。東地内を北東から南西に斜めに新川が流れる。なお、新倉市景気北側は、 大型幹線道路の整備等はあるものの、大規模な区画整理などは行われておらず、旧来の大技のままであり、当地とは別の町地となる。新倉式停車場線沿いの風景西日本旅客鉄道。ありがとうございます。